の、よさこい姫がカリオランです。去年の三木さんさん祭りは、台風が、来てたということをやったんですけれども、不思議とこの会場だけは台風の影響がなく、最後の方はちょっと雨降ったみたいなんですけれども、今年もこのように、いい天気の中、三木さんさん祭りで踊らせていただける感謝の気持ちと、今を生きる喜びをよさこい感動に乗せて、3年生が抜けた新チームで初めての出番となります。力の限り踊らせていただきます。タッカリオラン、レイ。一気に風に咲き誇れ。いやー